昨日自殺したとみられる俳優の三浦春馬さんの自宅マンションから見つかった手帳に死にたいなどと書かれていたことが分かりました。俳優の三浦春馬さんは昨日、東京港区の自宅マンションのクローゼットの中で首を吊った状態で見つかり自殺とみられています。取材によりますと、室内から見つかった手帳には死にたいなどと書かれていたということです。 三浦さんは昨日仕事の予定でしたが連絡が取れず、マネージャーが自宅を訪れた際、玄関の鍵は閉まっていたということです。警視庁は三浦さんが死亡した経緯などを慎重に調べています。